ポーランドのテレサ・ホルガ選手です。テレサ・ホルガ、コンボが好きで、コンボは失敗が多いんで難しいなんて言ってましたけれども、これから縄の演技です。もう二十歳になりましたね。はい、この人は非常にあの力強く、またスピーディーな演技が特徴ですよね。そうですね、この縄もリズミカルにスピーディーに、特にこの独創性のある入り、いいですよね。はい、まあ、このホルガ選手はこの大会では、まあ、金銀がちょっとね、はい、よく見てみるかわかりませんが、ね、銅は狙える素材ですよね。はい、そうですね。3回の連続跳躍、これはもう今年入れないといけないというふうにルールに決まりました。そうですか。ヨーロッパ選手権では第10位です。西ドイツの国際大会第7位ですから、まあ世界のトップクラスといってよろしいですね。そうですね。今投げ上げて、そして受けるまでに前転2回やりましたが、はい、この辺はもう普通になりましたね。そうですね、もう2回転っていうのはもう誰でもができる、ただ技ではないんですけれども、やはりこういったものをだんだん織り込んでくる選手が多くなってるわけですね。はい、まあ、新体操は一時その技重視ということがありましたけれども、はい、多少流れは変わってきましたか。そうですね、やはりあくまでも動きだと、動きの中に、スピードのあるもの、あるいは技をたくさん入れなさいということで、今現在は進んでおります。この初めの演技者というのは非常に緊張するそうですが、いかがですか。まずまずじゃないかと思います。なかなか良かったですね。はい、スローが出ています。 9.675、 なかなかいい点でした。そして代わりましてはオランダのナターシャ・ヘルホルト選手です。